上がり。ほら、打てないけど、ほら。え、誰か。この上ですね、ホケミ峠と言いまして、この上ですね、古くからある街道がこの上ですね、ございますけれども、難所の多い道ではございますけれども、まあ、現在はこうしてね、左は国道がしてます。右手の方は鉄道がしてますけれども、その当時はまだ国道も鉄道もなかった時代です。ではですね、この岩を振り返りながらご覧になってみてください。横側ですね、ライオンの顔に似てます。左後ろに振り返ってね、見てください。目はつむってましてね、口はね、白く横にね、裂けてます。鼻がね、国道沿いにね、向いてますね。まあ、自然と削られて、ああいう形になっております。だいたい棒が入っちゃう。棒が。棒の間。棒の間って言ったって。危ないとね、書きます。吉野川の魚の種類といいますと、鯉とかうなぎ。あ、電車じゃない？中場ちゃん。